こちょーす。中までたっぷり千早です。バグを集めたコースパート2、パート1やってないけど、ちょっとパート2見ていきましょう。探しておきました。すんげー B だな。よくハテナ作ったな。なっ、めっちゃ重い。このギミックはでも見たことあるな。なぜか壊れるやつ、これ。なんでこれ壊れるんだろうね。理由は定かではないけど。OK。これは見たことある。動画内でも一回出したことあるよね。あ、これはあれだね。反重力だね。反重力系あったよね、これ。今んとこは気質バグのみ。うん。これは同じ反重力系だよね。なんか書いてありますね。ん？おけて？おけてかな？読めねえ。これも反重力ですね。中間がありました。あ、すげえ。楽しい。マリオ6の羽マリオを思い出すな。はい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 。いけないけど。これはどうやっていくんだろう。これいける？そうそう、指痛くなってきたけど。いやー、いけなさそうな雰囲気だけど。これあれかな、一回死んで中間からやればあれかもしんないですね、もしかしたら。ちょっとやってみましょうか。これすげえな、顔めっちゃ離れてんな。その後ギューンで。ちびっこならいけるかな。あ、ちびなら普通にいけたわ。で、土管入って。なんで消えたの？ここにバネの判定もないよ。なくなってる。どう？何今の？すげえ。今のすごくね？初めて見たけど。これは？また消えるの？なんで？一体なぜ？下になんか古いでもあるのかな？古いトラップかな？もう TT かな？前からの。すげえ。いや、すごいね。なんで消えた？解説班よろ。すげえ。あれ消えるのはスピランのどっかで使えそうですね。どこ？国旗。これどこ？すごいね。赤白赤。壁キックコースだそうです。行ってみましょう。危ねえ。え？こいつは何？この一マスは一体。上は特に何かあるわけじゃないですね。スピン。はい、はい、はい。あ、ちょうど当たっちゃったんだ、あの隙間に。あ、ちょっと画面ぶれなかった、今。大丈夫？急に壁キックじゃなくなるのかよ。あ、真ん中落ちるがむずくね。オッケー。はっ。ん？どうなってんのこれ。壁キックじゃん。とりあえず右飛ぶよ。ん？謎いな。もうゴールなんだが。ゴールしちゃったね。あら。壁キック要素はほぼなし。プレッシャー。P を囲った理由は？そういうことか。やり直した方がいいかも。
Pの距離感がどんどん広がっていくのかと思いきや、そうでもない。意外と楽があります。意外と楽です。割と余裕あるよね。割とどころか相当余裕ありますよ。おっと、中間もらえんのか。危ねえ。二日酔いが治った。ここでけど食らっちまったか。はい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 。 P のあれが狂ったな。ミッシーまででもクリア。 OK。 まあ一発でクリアするんですけどね。とても気軽に遊べる簡単な楽しいスピードラン。すごい押してくるな。ゴリゴリ押してきますね。じゃあ行きましょう。早速ありがたい。ここまでゴリゴリに押してもらえるととてもやりやすいですよね。はっ、ここまでは大丈夫そう。ポントン、大丈夫。走り抜け。123ガリアン。これは持ってくんだ。おっ、うわっ、そうか、しまった。俺も下に一緒に落ちていく流れだと思った。はなちゃん、さあどう。ドカン入りました。長くなりそうなの。ということは、はいはい、道を作って、あーミスト。道を作ってあげてスピン、123ガリアースピン、そのまま大ジャン大ジャン大ジャン。赤コイン取って土管に入ります。さあ表辺に帰ってきたぞ。よいしょ、ドー入ってゴールかな。まだあった。嘘、タイムアップ。これ1ミスが許されないんで気軽に楽しめないぞこれ。俺はすごい好きだけどさ気軽には楽しめないなこれはな。変にくるんとか入れちゃダメなんだよな。23秒変わらずですね。このあと難しいの。道作んなきゃいけないからタイミングよくジャンプ。ほっ、大丈夫かな。ちょっと怪しくね。7秒、さっき何秒だった？と、3秒。なんとか届きそう。OK! 結構ギリッギリ。じゃあこれ行きましょう。この人なんかランカーになれたらしいよ。何のランカーなんだろう。マリオメーカーのランカーか。ここで作るってことは。マリオメーカーのランカーって何？聞いたことないんだけど。何も？23ガリ、あ、え、当たっちゃうもんね。こっち、え、だいぶロスったな。トン、トン、トン、降りて、降りて、うわぁ、入んなきゃ。右、あー左だった。ドン、これも急ぐやつだろ。そのまま降りて三段ジャンプだな。2、そのまま降りて三段ジャンプ。あ、違う、クルーン入れなければ踏んでパウ投げて右に進むんだ。で三段ジャンプだ。123ガリア踏んでパウ投げて123ガリア。あー、まただ。行くぜぬるりと。もう決めるよ。123ガリア。これ急いで行きすぎるとね死ぬよ、このファイヤーバーに当たって。時間は変わらないです。でも走った方がちょっと早い気すんな。あ、やべ、 0.5 秒くらい今ので遅くなった。左1、あー、そんな変わんねえかも。そんな変わんないかもしれないです。123ガリア、123ガリア、123ガリア。おー入れた。右かな。 OK。
おー、ギリギリセーフ。間に合ったね。オッケーでーす。集中力と技術と少しの勇気。ツイッターでいただいたステージです。3月13日にいただいたコースです。さあ参りましょう。いきなり土管に入らせる。スピンで耐えて出てきたら即ドッスンに対応だな。こっちのが安定するわ。オッケーで、ドッスンだぞ。はい。結構むずい。スピン、オッケー、スピンで届くぞ。いい勉強になったね。あー、しまった。スピンで届くって分かったのは朗報。オッケー。ここきついな。もっとでっかいジャンプでいかないと。オッケー。 P スイッチだ。こいつは足場になってくれるんで助かりますけど。うわ、わかんねえ時の右飛び。オッケーオッケー。あ、ゴールあった。多分ルートちげえな、これ。どうなってたんだ？壁キック、壁キックでゴールできたんで、多分なんか違う。どっかに入れるとこがあったんだ。ではこちら行きましょう。多分ラストかな。30秒スピラン。3000突破企画。お、3000いいねか。おめでとうございます。はっ。かぶった。死んだ。間違えた。コース出ちゃった。行くぜ、ぬるりと。2の3ガリアン。そのまま右に突っ込んで、ドア右かな。はいはい。ドア入って、ドン。右左。ああ、右。はい、スピン。ああ、2の3ガリア、かぶる。さあ行くぞ、ぬるりと。投げて、ピーハドア入って、右左右左、おらおら、スピン。踏んで、スターで、前見えねえけど、ゴールです。オッケー。お疲れ様でした。チャンネル登録をお済みでない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではでは、また別の動画でお会いしましょう。アディオス、アミーゴー。